ドイツ軍人として捕虜となったアジア人兵士、ヤン・キョンジョンとされる人物。ヤン・キョンジョンは朝鮮出身の軍人。第二次世界大戦中、大日本帝国陸軍、赤軍、ドイツ国防軍の軍人として戦ったとされる。ただし、その実在については議論がある。このアジア人兵士の写真は、ノルマンディ上陸作戦直後に、 アメリカ軍人によって撮影されたものである。アメリカ国立公文書記録管理局での資料番号は 026G-2391 で、もともとはドイツの軍服を着た日本兵という旨のキャプションが付されており、兵士の氏名や出自などは明らかではなかった。1994年、スティーブン・アンブローズの著書 D.D.161944 ザクライマクティックバトル・オブ・ワールド・ o 2が出版される。この中で、第101師団第506連隊所属のロバート、ブレイワー中尉が4名の朝鮮系捕虜を捕らえたというエピソードが紹介された。ブレイワーは彼らがドイツに渡った経緯について、日本統治下の朝鮮で徴兵され、その後の国境紛争で捕虜となって赤軍に徴用され、さらに1941年12月に、 モスクワ郊外で捕虜となって、ドイツ軍に徴用され、フランスに派遣されたらしいとしており、またアンブローズは、ブレイワーが語らなかった、朝鮮系捕虜らのその後について、おそらくは、朝鮮半島に送り返され、後の朝鮮戦争にも従軍しただろうとしている。この時点では、ブレイワーの語ったエピソードと、アジア人兵士の写真は関連付けられていなかった。2002年、 韓国の雑誌、ウィークリー・コリアがブレイワーのエピソードを引用して紹介した。この前後、アジア人兵士の写真に、彼は日本、ソ連、ドイツに徴兵され、ユタビーチでアメリカ軍の捕虜となった朝鮮人であるという群れのキャプションを組み合わせた画像がインターネット上で広まり、様々な憶測を読んだ。2004年、韓国のニュースサイト、ラブニズに、 アジア人兵士の写真とそれに付されたキャプションに関する検証記事が掲載された。記事では写真の出所は概ね特定し、ウィークリーコリアの記事を通して、ブレイワーのエピソードも紹介した。一方、写真の人物自体については全く情報が見つからず、キャプションはブレイワーのエピソードとよく似ているものの、 写真の人物をブレイワーが語った4人の朝鮮人の一人と断定することはできないとした。ところが、ある匿名のネットユーザーが、このアジア人兵士がヤン・キョン・ジョンなる人物であるとコメントし、略歴やプロフィールなどの情報を寄せた。これを受けて、担当記者は詳しい話を聞かせてほしい旨を記事に追記したものの、その後反応はなかったという。2005年、 韓国の放送局である SBS は、ヤン・キョンジョンにまつわる検証番組を放送した。この番組では、ノモンハン事件にて捕虜となった、朝鮮人日本兵に関するソ連側の記録や、独ソ戦に参加したアジア人に関する記録、旧ドイツ国防軍の東方大隊に関する記録などを、いくら調査しても、ヤン・キョンジョンなる人物の痕跡は確認されなかったと報じた。 また、東方大隊の隊員となった元赤軍将兵らが、ソ連邦当局により重大なる反逆者とみなされていたこと、さらに米英その三大国が秘密協定を結んでおり、実際に元東方大隊将兵らの多くがソ連に送還されて、労働収容所などに送られたことにも触れている。番組では、こうした根拠に基づき、東方大隊にいくらかの朝鮮系兵士が、 所属していたことは事実であろうが、少なくとも有名な画像のアジア系ドイツ兵が、その後アメリカに渡ったという話、彼が、ヤン・キョンジョンという名前だったという話、彼が、死の前後ノースウェスタン大学近くに隠居していたという、話についてはフィクションであろうと結論付けた。2012年、アントニー・ビーバーの著書、第二次世界大戦1939から45が出版される。 ビーバーはこの中で有名な写真のアジア人兵士こそ3つの国で戦った朝鮮系兵士ヤン・キョンジョンであるとして彼の生涯を紹介した。ビーバーは著書第二次世界大戦1939から45の中で朝鮮系兵士ヤン・キョンジョンの経歴を次のように紹介した。1938年18歳のヤン・キョンジョンは日本統治時代の朝鮮にて 関東軍に徴兵され、ソビエト連邦との緊張が高まっていた満州に派遣される。その後、ノモンハン事件の折に、赤軍の捕虜となり、労働収容所に送られた。当時、ソ連邦は、独祖戦の激化から兵力不足に陥りつつあり、労働収容所等の収容者からも、志願兵の募集や徴用を行っていた。1942年、ヤンは、 他の1000人ほどの収容者と共に赤軍に徴用され、最前線へと送られた。1943年、第三次ハリーコフ攻防戦の折、ウクライナにて、ドイツ国防軍の捕虜となる。しかしドイツ側も、また捕虜からの転向者を募集していたため、ヤンはここでドイツ側に寝返った。その後、東方大隊として知られる、ロシア系捕虜部隊の一員として、フランスに派遣され、 連合軍側の上陸候補地である、ユタビーチにほど近いコタンタン半島に配置された。1944年6月、ノルマンディ上陸作戦が開始され、その中でヤンは、米陸軍部隊の捕虜となり、英軍管理下の捕虜収容所に送られた。当初、アメリカ兵たちは彼をドイツ軍の制服を着用した日本人だと考えていたという。戦後、ヤンはロシアを経て、 アメリカに移住し、1992年に死去するまで、イリノイ州に暮らした。ありがとうございます。